まだ昼なのよね。この後どうしようかしら。わざわざこっちまで出てきたってのに、すぐ帰るのもバカバカしいし、せめて買い物でも。あ、ダメダメダメ、不用意にうろついたらあいつに出くわすわ。この間だってレッスンお疲れ様っす。ふゆこちゃんこっちっす。は、見せたいものがあるんすよ。一緒に来てほしいっす。ちょっと待って。うさっき見つけたんすけど、すっごいふゆこちゃんに似てて。それで虫とかだったら許せないわよ。っていうかまだ冬行くなんて言ってない。あいつに会ったら休みが消える。今日はあいつもここでレッスンだったわよね。勝ち合いそうなところは避けて動かなきゃ。道とか全部あいつが興味なさそうな方を選んで。でもいないはずの場所に湧いたり、いるはずの場所から消えたりなんて日常茶飯事だし。ビビっててもしょうがないか。よし。とりあえず冬の行きたいところに興味なんかないはずよ。洋服とか化粧品とか、そういう場所なら安牌。はあ、休館日なんて、この今日に限ってなわけ。流行りのスイーツとかドリンクにだって見向きもしないでしょ。ちょうどいいから気になってたもの試してもいいかも。人いすぎ。この間まで公園うろちょろしてたけど、もう飽きたって言ってたわよね。冬だって全然行きたくないけど。あれ、冬子ちゃんじゃん。あんたはなんでいるわけ。暇つぶし。もうすぐレッスンなんだよね。うちの後は朝日ちゃんなんだって。冬子ちゃん、自主練してかない？冬子ちゃんがうちのレッスンに飛び入りして、朝日ちゃんのレッスンにはうちらで飛び入りすんの。どう？はあ、急に来られたらトレーナーさんも迷惑よ。あはは、やっぱダメか。残念だけど、今の冬は休みを満喫したいの。練習ならまたね。頑張んなさい。はいはい、お疲れ冬子ちゃん。じゃあねー。普通に考えれば、駅前とか裏を書いて河原なんかもあり。絶対あいつに会わないためには裏の、裏の、裏の、裏の。あ、どうしたんすか？すごい顔すよ。そうね。そうでしょうとも。結局、会っちゃうんだもの。うん。そうだ、冬子ちゃんに聞きたいことがあるんす。面倒事じゃないでしょうね。楽しいことっすよ。
ふゆこちゃん、お茶置いとくね。ありがとう。お客さん用のお菓子、余ってるやつ食べていいって言われたからそれも置いとく。うん、ありがとう。って待ちなさい。え、何なのこの実家のような安心感。実家お菓子食べて汚れたらこっちにウェットティッシュあるよ。ありがとう。でも別にここまでかいがいしく世話焼いてくれなくていいから。冬がやらせてるって思われたら困るでしょ。ユニット外には清楚で通ってるんだからね。あっはは、ごめんごめん、つい体が動いちゃってさ。うちんちああいう感じだからな。舌がいるとどうもね。ちょっと、あんた今冬のこと舐めた？え？なんで？どこが？文脈、そうとしか受け取れない言い方だったんだけど。そんなことないし。うち全然そんなこと思ってないよ。そんな文脈はない。ちなみに文脈のことちゃんと分かってて言ってる？そういう無責任な弁解一番良くないと思うわよ。ごめんってば、ふゆこちゃん、許して。ふゆこちゃんの笑顔マジ迫力あるわ。めいちゃん、そういうこと外で言われちゃうと、冬すっごく困っちゃうな。怒っちゃうなの間違いじゃん。めいちゃんたら物好きさんだね。そんなに今怒られたいなんて。いやー、だから勘弁してってば。おかしいな、うち怒られるようなことしてないはずなのに。だからお茶とお菓子には感謝してるわよ。あんたって意外と気が利くわよね。やば、冬子ちゃん超褒めてくれるじゃん。嬉しい。いや、今のは怒るところ。まあいっか、褒めてるのは本当だしね。あ、なんでもないわ。それより意外と気が利くメイにしては抜けてるじゃない。冬の分しかないって何事？せっかくのお茶の時間一人で過ごせってことなのかしら。うん、うちのも持ってくる。ふゆこちゃん何見てんの？写真よ。え、いいな、いいな、うちにも見して。好きにしなさい。やったー。ん？これうちらの写真？そう、ツイスト用に結構撮ったでしょ。思ったより溜まってきてんの。そろそろ古いの整理しようと思って。消しちゃうの？そうね、全部残しといた方がいいって。どうしようかしら。あ、ん？お、こ
これあれじゃん、初めて3人でご飯食べた時のやつ。あさひちゃん超そっぽ向いてる。カメラへの気遣いなんかかけらもないのよね。でもこういう時の方がいい顔してたりするよね。まあ。お、こっちは？ん？ああ、この間のライブの。うち、これ冬子ちゃんのツイスタで見たわ。冬子ちゃんも、朝日ちゃんも、可愛く撮れてるやつ。あんたもちゃんとかっこよく撮れてるでしょ？まあ冬が撮ってんだから当たり前だけど。いっぱいあるね。だから最初からそう言ってるじゃない。ねえねえ、次の写真は？こっちは、こっちはすっごく怒られた時の写真数。え、だからあんたは急に現れるなって。アサヒちゃんお疲れ。お疲れ様っす。冬子ちゃん、その写真大きく出してほしいっす。あ、まあいいけど。あはは、懐かしい、失敗トリック写真だ。本当にね、せっかくいい感じだったってのに。それ写真撮ってた時にも聞いたっすよ。この時の二人何してるか分かんなくて面白かったっす。ねえ、時を超えて怒られたい？何ですか、褒めたのに。あははは、褒めてたの？サンキュー。はいっす。はいはい、終わりよ。この調子で一枚一枚見てたら日が暮れるわ。次の写真見るすか？いや、もう整理自体やめようかと思って。見たいっす。はいはい。あ、てかさ、ふゆこちゃん。何？この写真消してなかったんだね。あん時台無しって怒ってたからボツにしたんだと思ってた。あ、そうっすね。なんで残してたんすか？バーカ、冬が可愛く写ってんだから消すわけないでしょ。もったいない。